フィンマルク県、フィンマルク県、フィンマークは、ノルウェーの北部地域北部の県。2017年の人口は76,149人。ノルウェー本土及び、ヨーロッパ本土の最北端に位置する。2002年までは、フィンマルク県と同じくらい、バドソース県としても知られていたが、2002年からは、この県は、フィンマルクのノルウェー語とサーミ語で表記されている。歴史的に、 ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシア北西部は、サーミ族の居住する地域、ラップランドでもある。名前の由来となったノルウェー語は、フィンムトンルであり、前者は、フィン、サーミ族の過去の呼び名であり、後者は、モークを意味しており、森林地帯、国境地方を表す。つまりサーミ族の森林地帯を意味している。これは昔は、サーミ族が住んでいたどんな場所も、 同じように読んでいた。また、最近ラップランド、これは、スウェーデンの呼び方とも呼ばれる。1700年代にあった、北欧の領域でのリンネ、リンネの遠征より、彼の名前にちなむ。憲章は1967年に決められた、を書いた、古いものである。フィンマルクは、ヨーロッパ極北に位置するノルウェー国家の中でも、最北部に位置しており、 デンマークよりも広大な面積を持つノルウェーでも最も広い県である。しかしながら、その寒さから人口は非常に少なくわずか7万2千人であり、最小の県である。マーケロイ島、マーゲル島のノールカップ、正確にはその北のはヨーロッパ北端に位置しており、ヨーロッパ本土の最北端は、バードは北欧で最も東にある町であり、 イスタンブール・サンクト・ペテルブルク・キエフより東にある。沿岸地区には深く削れていないフィヨルドが入り組んでおり、北部海岸ではノルウェーでも有数の海鳥のコロニーがある。フィンマルク西部には山脈が連なり氷河が多く、スワード・サンデワや、などの氷河地帯ともなっている。の海に接する位置の氷塊はおよそ1900年前のものと考えられる。フィンマルク中央から東にかけては、 山が少なく、氷河もない。ノールカップの東側は、ほとんどが、海抜300メートルに満たない。バレンツ海に面する地域は、土地が飛んでおらず、フィヨルド周辺や、川の流域に森林などの自然が多い。県の半分が、森林限界の北に位置しており、森林限界の南は大部分が小さなカバの木で、覆われている。最も森林地帯の多い地区は、 アルタ地区と棚川周辺の渓谷であり、東のテーブチクセルイコールバランゲルには、シベリア東非、松などのロシアの大河を構成する森林地帯もある。ブラウンベアが多く住む土地であり、ノルウェーで唯一マスクラットの生息する数少ない地域でもある。大山猫やヘラジカも生息するものの沿岸部では滅多に見ることができない。内陸部にはおよそ300から400メートルの 標高であり多くの湖や河川を持つがある。サーミ族が何万ものトナ中へを飼っており、また夏には非常に多くのカノ群れが飛び交う。はこの県の36%を占める。また国立公園を設置して極北の森林環境の保護にも努めている。棚川でヨーロッパの河川で最大の3 6ラムにもなるサケが捕獲され話題を呼んだ。は ロシアとの国境となっている。この県の内陸部ではその土地柄も加わり、ノルウェー随一の寒さを誇っている。最低気温の記録は1886年1月1日に、カラショクで記録された摂氏摂氏51.4度である。同地の平均気温は1月で低く、摂氏17.1度、7月で摂氏13.1度、年平均気温は低く、摂氏2.4度となり、 降水量は366ミ、mm、リメートル程度にとどまる。アラスオークでは夏7月摂氏32.4度になるものの、ヨーロッパでは珍しく気温差が摂氏84度近くもある。フィンマルク高原の一部では年平均気温が低く、摂氏3度という過酷なところもある。とはいえ、1920年1月23日、摂氏34.3度の気温を観測したこともある。 凍らない海のおかげで沿海部は、内陸部のに比べて気温が高い。しかし風はきつい。ルッパ、ラパの都市平均気温は1月に低く、摂氏2度と7月に、摂氏11.6度の年平均気温は、摂氏3.6度ほどと北に位置している割には、気温が高い。ケッペンの気候区分では、アラスオク周辺では、寒帯湿潤気候、DFC に含まれ、ルパは、 西岸海洋性気候 CFC に含まれている。北東の海岸ではノールカップのカラバーでまで艦隊があり、内部は高山気候であり、西フィンマルク沿岸地域では100から200メートルの高度、またそれ以外の地域でも300メートルから500メートルは高山気候と考えられており、北東部でツンドラ気候と繋がっている。 保護地域となっているフィヨルドの領域は最も過ごし、安くなっている。冬、沿岸地域で温和である代わりに、沿岸地域はしばしば冬の貿雪嵐にさらされることが多く、外へ出られない日も多い。2月の日の出はおよそ午前7時半である。北極圏の近くに位置している、バドソー、バザでは5月半ばから7月末までが、白夜の期間である。 短い夏を終え冬に入って2ヶ月程度で、11月下旬から2月までの極夜を迎えることになる。その結果5月から8月まで常に太陽が出ており、冬は正午頃の2から3時間若干明かりを取り戻す程度であるが、晴れていれば冬でも白夜に近い状態にはなる。フィンマルクはオーロラのよく現れる地域であり、晴れて天候の良い日も多いためにあるなどは、 オーロラ研究の元となった土地でもある。アルタは時折オーロラの町と形容される。県庁所在地はバドソウであり、アルタが最大の人口を持っている。宴会地区では伝統的に漁業が重要な生活手段として営まれ、ノルウェー人のほとんどがバンゲルフィヨルドなどの宴会部に住んでいる。タラバガニは北、太平洋原産であるものの、ロシアを介して、 バレンツ海に侵入したと思われるものがこの地で増えたため、商業的に利用されている。南方まで広がりすぎて、生態系を破壊することも懸念されるため、タラバ漁については、調節が一切行われないのも一つのポイントである。高工業としてはアルタでは、年番岩の生産がよく知られており、遠く日本まで販売されていた。キルケネス、キーコネスが鉄鉱石の生産を始めたが、 1996年、AS サイバランゲル、AS シドバーガーは閉山した。観光業については年々拡大傾向にあり、ノールカップ、アルタ、ハンメルフェストなどが観光地として拡大している。フィンマルクには病院が2施設しかなく、キルケネスとハンメルフェストにある。いくつか小さい空港があるもののオスロに直行便を持っているのは、アルタとキルケネスだけであり、他は、 トロム製域である。また、ポーサンゲルクのバナクニアルは、ノルウェー王国軍と、ナトー加盟国によって使われている。軍関連産業のために付近にシューティングレンジを導入している。は、ハルカバって訓練場に近くまた、が東にあり、ロシアとの国境線の警備を担当している。ハンメルフェストは調査と工事の結果、陸でガスの貯蔵があると分かったため、 天然ガスを生産しているため、現在公共となっている。また、県東部では楽観者が大変多い。というのも、バレンツ海海底に眠っている石油の生産活動が、この地域の経済を活性化させているからである。が、フィンマルクの土地の95%を所有、管理している。フィンマルクにはおよそ1万年前から人間が住んでいたと考えられている。伝統的に、 フィヨルド領域では複雑なもののノルウェー人は沿海地方、サーミ族は内陸部に住み分けていた。本質的には今日もそれは変わらない。これらの文化は未だによくわかっていない。フィンマルクには三つの人種集団、サーミ族、ノルウェー人、クウェーニ族が存在しており、長い歴史を持っている。その中でもサーミ族が一番昔からフィンマルクに住んでいる。 そこに、ノルウェー人が植民し、さらにクベーに族が移住した。ノルウェー政府は当初、サーミ族については、サーミ族の文化を伝承させるのではなく、サーミ族も自分たちと同様の、本当のノルウェー人にしようと考えており、実際宴会部に住んでいたサーミ族は、伝統と文化を少しずつ失いつつあった。しかしながら、 一部では文化を伝承し続け、さらに1970年からは学校でサーミ言語の指導なども行っている。民族意識が生まれ始めたゆえには政府があるたにガムを作るといった際に団結したことも挙げられる。サーミ文化については今、ノルウェー議会の議題に上がっている。ノールカップのジェスバーはバイキングの時代に北高として佐賀に取り上げられている。 海鳥の群生地の近くはバイキングの食料調達にも使われていたのではないかと考えられる。フィンマルクの沿岸にノルウェー人が植民を始めたのは10世紀であり、最初はカレリア人、カーリーリアンズとの衝突があったとされる。ノルウェー人とノブゴロド人の間の国境の小ゼリアイは1326年まで続いた。フィンマルクの最初の国防施設は、 コーコ王が1306年に築いたである。17世紀に入るとこの地域でも、魔女狩りが行われ当時の人口のかなり多数である88人を、家計に処したという。フィンマルクは18、19世紀に、ノルウェー人の主要な植民地化の対象となった。ノルウェー、スウェーデン、及びロシア帝国はこの領域の主政権を要求。しかし、スウェーデンとは、 1751年にラップランドを横断する形で国境線が成立する。この国境線はフィンランドにも適用され、今日のノルウェー、スウェーデン、フィンランドの国境線となる。ノルウェー人の植民はスカンディナビア山脈北部及び沿岸までとなったが、フィンマルクは初期から植民されていたノルウェーの土地となり、19世紀の初めにはほぼノルウェーの領土となった。 ロシアとの駆け引きもあったものの、多くのノルウェー人がコラ半島に住み着いた。フィンマルクは成立したものの、コラ半島側ではロシア人が大勢を占め、こちらの植民地化は成功しなかった。また、この結果、ノルウェー人はこの地域における支配者、先住民族であるサーミ族は、非支配者となった。区米には、フィンランドの戦争などの際に、フィンランドから逃れた、 移民の子孫である。その多くは19世紀以降にこの地に住み着いた。フィンマルクはノルウェー領であったが、同時にデンマーク王を宗主にいただく連合王国であったデンマークイコールノルウェー。しかし1814年にナポレオン戦争によって敗戦国となり、戦勝国スウェーデンと連合を組むことになったスウェーデンイコールノルウェー。しかしノルウェーは、 スウェーデンと対等の同訓連合国家であり、フィンマルクへのスウェーデンの干渉は行われなかった。しかし、スカンディナビア東部に迫るロシア帝国にフィンマルクは食い込みでおり、ロシアとの国境問題は複雑なものとなった。これに加え、ロシアの漁業権と不登校の問題も絡み、それは1853年に勃発したクリミア戦争によって顕著化した。そこで、スウェーデン政府は、 1855年にイギリス、フランスと協定を結び、フィンマルクは放棄しないことを制約した。1905年にノルウェーが独立を果たすと、フィンマルクはノルウェーの領土として帰結する。また、1917年に隣国フィンランドが独立したこともあって、フィンマルクのノルウェー領はほぼ確定した。第二次世界大戦後期ナチスドイツはソ連に、 調理させたままこの地を渡すことを拒み、フィンマルク北トロムスで衝動作戦を展開。結果この地域には家屋が少なくなり、住民の多くは南部に避難した。その後赤軍にも攻撃を行われるかと考えられたが、ソ連の攻撃はなかったために、領土は平和にノルウェーに引き渡された。冷戦時はノルウェーはナト o 加盟国であり、ソ連と国境を接するがゆえに、 緊張の高い状態もあった。緊張を緩めるためにノルウェーは NATO での行動はフィンマルクでは行わないと宣言した。しかし、ノルウェーは軍情報部を活動させ、ノルウェーの哨戒機、警戒機はしばしば心臓ソ連潜水艦やソ連航空機と初対面をすることになった。電単で国境を見張ることもしばしばあったため、ロシアに核ミサイルで同括されたこともある。 サーミ族は長い間この地に住み続けているという調査があるものの、どのくらい住み続けているのかというはっきりとした証拠は、なく、8000年という学者もいれば2500年という学者もいる。また、古石器時代の文化は残っていないと考えられている。中世、10世紀初め頃、沿海地方にノルウェー人が住み始め、フィンマルクは王国の一部となった。 ノルウェーでは多くのサーミ族がフィンマルクに住んでおり、彼らの約4分の1はこの地域に居住している。1800年代から第二次世界大戦にかけて、ノルウェー語を母語とする多くの人がフィンマルクに移住したものの、県と自治体カウト系のカーサック、タナ、ネスビー、ポーランガー、カーフィオルド、コウヨードなどにはサーミ言語の正式名称がある。バドソーには、 区米に族が多く住んでいる。中央のフィンマルクのラクセルブ、レイクセルブは3つの民族が集まって暮らしている。近年はロシア人も増えてきたために4つの民族になりつつある。県内には19の基礎自治体がある。各自治体名の横に記されている番号は区分図と対応しているアルファベット順。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。